株式会社エブリスタとは DNA と NTT ドコモとの共同出資企業株式会社エブリスタが提供する小説やコミックなどの投稿コミュニティサイトである。携帯電話、スマートフォンまたはパソコンから閲覧、投稿できる。サービスは基本的にウェブブラウザで提供されるがフィーチャー本番ではコミックの閲覧を専用アプリで行うことになる。また、 スマートフォンにおいてはすべてのサービスを利用できるアプリが提供される。基本的に利用料は無料で読み放題だが、有名作家、有名人の作品は EEVRISTA プレミアムとして月額210円にて提供される。無料のコンテンツはプロを目指す作家や個人の趣味で制作された作品が中心となり、誰でも簡単に投稿も可能となっている。2014年7月時点で 作品数は200万を超えている。出版社の協賛により、エブリスタ小説大賞を行い、優秀作品は協賛出版社より書籍化されている。他にも、人気のある投稿作品は、随時書籍化されており、累計100冊以上を出版している。特に、王様ゲームは、小説、コミックのシリーズ累計が2014年3月、現在500万部を突破している。 また、同サイトに掲載されている、ブラックアウト悪い系アクセス数が7000万を突破している。現在では、旧モバゲークリエイターを統合している。既存ユーザーは、エブリスタに、クリエイター情報を引き継ぐことができる。投稿された、小説作品を、TBS ラジオと MBS ラジオにて、ラジオドラマとして放送していた。TBS ラジオでの番組名は、番組表情では、 エブラジスマホ小説番組内ではエブラジオルの連続スマホ小説と称されている。また、MBS ラジオは AKB48 木崎ゆりや2014年のシンデレラのラジオドラマにコーナー共賛しており、毎週1作品を木崎ゆりやがほぼ数と語りで朗読している。エブリスタ独自のコンテストを多く開催している。また、複数の出版社、 企業とも多彩な文学賞を多数開催している。ありがとうございます。